はい、じゃあ続きやっていきたいと思います。やばそうだよね、体調が悪そうだったから。これは助けてあげないといけないのだが、地図を見ようか。地図ペロンと、こっから始まって藤宮さんが、おい、もう下の名前で春ちゃんって呼ぼうって言っただろ。まあまっすぐ行ってファミリーレストランアンジェリーナ、だからアンジェリーナなのか。ファミリーレストランがその土地を占める割合がでかすぎるだろ。あ、でもここ割と街っぽくなってきたから、高速が、あそこなんか光ってるぞ。しかも中になんかアイテム的なものがありそう。ちょっと待って、シャッター開閉装置、何か専用の道具があれば開けられそう。んー、ざけんなよマジで。何これ、入れないのかよ。うわ、しかも中にアイテムいっぱいあんじゃん。うわ、逆からなんか入れそうな感じもしないし、ムカつく。なんで捨てようとか言ったんだ。鍵がかかっている。いや、車上荒らしはね、彼女に見せちゃまずいよ、さすがに。なんかすごい、めちゃくちゃヌルヌル動く。どうした？なんかプレイステーション2の調子がいい時と悪い時があるね。動かせそうにないな。まあそりゃ無理だろ。なんかすごいナルトぐらい足速いんだけど。あ、そうそう、うん、そうそう、処理が追いつかなくてね。このぐらいタカタカぐらいが一番ちょうどいいよ。アンジェリーナあった、アンジェリーナ。あそこに人いるじゃん。警察かな、警察か整備の人か、どっちかだな。イベントだ。てか俺、破れてるパンツ未だに履いてんのか、脱ぎたいな。あ、違うっぽいぞ。連れが瓦礫の下敷きになっているんだ。連れが瓦礫の下敷きになってる、そりゃまずいね。今のままじゃ危険だ。ああ、危険だ。すまないが、瓦礫をどけるのを手伝ってくれないか。うちの連れがもうきつそうなの見えないの。苦しそうにしている遥の看病を優先させる、それは大変そうだ。先に彼を手伝い、いや無理だわ、すまん。それよりも彼女の方が心配なんだ。うち行ってんのよ、もう後で行くから。お医者さん、なんかブラックジャック的な。できれば彼女を見てくれませんか。それも無茶だろ、連れも助けるから、ウィンウィンのやつしようよ。僕が、あ、全然違うの。あ、医者なの。すごい熱だ。うん、とりあえずそこのレストランに連れて行こう。あー、レストランは入れるのか。これあれだ、デニーズ的な、なぜか知んないけど1階全部駐車場にして2階になるやつ。あれ不思議だよな。でもなんか車止めやすくしてんだろうな。お前の連れ大丈夫なのね。やっぱり僕には分からない。分かんねえのかい。なんでそんな医者した格好してんの。でも熱が高いのは間違いないから、うん、無理をさせない方がいいと思う。うん、誰でも分かることしか言ってくれない。まあまあそうね、熱があるからちょっと僕の連れを助けるのを手伝ってくれ。分かった分かった、それはダメだ、彼女を放っておけない。いや、これはさすがに言ってあげた方が後々得しそうだからな。分かった、手伝いに行きましょう。これ大丈夫だよな。じゃあついてきてくれ。はるか寝てな横になってな。うん、すぐに良くなる。いや、あのね、残念ながら風邪ってそんな根性ではどうにもならないからね。マジできっとすぐ良くなるみたいなこと言ってるやつはだいたいやべえから。待って、分かった、行くから。これ何、ダウンジャケットだ。やったー、なんちゃってサンタさんじゃなくなったぞ。注文票があるぞ、注文票が。なんだその届かぬ思い。あはははいって、あったまりポイントないのかな。あったまりポイント分かったって。でも待ってくれって、従業員専用と書かれたドアだ。ロックされており、こちら側から開けられなそうだ。これあれじゃない、ちょっとあの、すまん、行くからさ、ちょっと温まるだけさせてよ。濡れちゃってんのよ俺、もうびちょびちょなわけ。なんか温まりポイントありそうだけど、あったアイテムもある。お鍋もあるぞ、いいね。高級鍋アイテム、あー前はねもうパンパンになって捨てちゃったけど、高級鍋があれば何かできそうだ。とりあえず温まろう。さて元気になったので行くか。分かった、行く、待ってって。なんかすごいあのアクション仮面が登場するときみたいな、ブオーンみたいな音楽しない？なんだろう、あれ雪が降ってない？あら雪降ってるじゃない、寒いと思ったわ。あ、でも雨じゃなくて雪だったら雪の方がまだマシなのかもしれんな。連れだいぶ遠いところにいるな。おお、びっくりした、飛び降りるのかと思った。すげえ足速いじゃん、そして速すぎるよちょっと。あー大丈夫連れ。さあ君はそっちを持ってくれ。どれから行くの。一番上からやった方がいいと思うけど。あ、もう一番手前を下から根こそぎ行こうとしてんの。あ、連れ美人だね。
ありがとうございます。あ、いいよ、助かりました。よかったよかった。怪我してない？ありがとう、助かったよ。いいよ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 、よかったですね。じゃあこれでもう戻ります。恋人をこんな目に遭わせちゃダメですよ。そんなこと言うな、そんなこと絶対に言うな、言うな言うな。じゃあ戻るね、はるか心配だから。はるかが心配なのでもう戻ります。なんで急にそんな冷たくなった？彼女にもよろしく。うん、さっき見た感じだと、うん、かなり疲れているようだったから。そうね、疲労度はかなり。温かいものでも食べさせてあげたら。ああ、そうか、食べ物か。カップヌードルとかいっぱいあるんだけどな。気をつけて。うん、僕らは彼女が落ち着いてから行くよ。ああ、わかりました。嫁さんの顔見してよ。嫁さんこんにちは。ああ、美人さん、なんかシュッとしてるね。お連れの方によろしくお伝えください。まあ助かってよかった。すまない、助かったよ距離感が近い。アイテムとか あるね。なんだこれは、これは何でしょうか。ヘルメット、ヘルメットだ。うん、これ絶対こっちの方がいい。あの変態サンタ幼稚園児からは変えといた方がいいな。ヘルメットできっと防御力は上がっただろう。うわ、そうか、ここも地盤沈下しちゃってんだな。寒さがやばそうだな。お、なんかある。これなんだ、靴かな、スニーカー。ああ、装備しとくか。自分が装備することはできません。ああ、じゃあこれあげられるのか。さすがにもう格好変えてあげた方がいいもんな。取得して OK、 これでいろいろあげよう。俺はもうだいぶ、でも俺ケツ、白門欲しいんだよな。白門が。はるか戻ったぞ。よいしょ、なんかあったかいもんでも食べさせてあげましょうみたいなこと言ってたよな。どこだ、あ、いたいた、大丈夫か。ごめんなさい。はん、すぐに良くなる。いや、無理すんな無理すんな、大丈夫だって。温まるものでも食べよう。ち、手のかかる女だなもう殺すじゃない、次のターン。一緒に温め合おう。おっ、そういえばそれもありだな。まあせいぜいしっかり休むことだね。まあ食べ物食わしてやるか。温まるものでも食べよう。うん、ちょっと探してみるよ。探してみるよ。すみません、うん、すみません真央さん。いいんだよはるかちゃんはるかちゃんにちょっといろいろあげよう。そしたらなんか飯でも、あ、ここ入れんのか。なんか、おお、あるじゃん。これはカレー。お、いいじゃん、カレー。カレー作ろう、カレー。他はこれは何でしょうか。ビールあるじゃない。ハンバーグもあるじゃない。なぜか知んないけど、え、やだな、レストラン行ったのに、この、解凍するタイプのハンバーグ食わされてたのかっていう、ジオヌードル、すげえ。ジオヌードル、ちゃんと独自レーベルのやつ出してない。酔ってすべてを忘れたい心境だ。お酒飲みたいよな。ビールな、でも冷えてねえからな。ビーフシチューもあるじゃん、いいね。アイテムいっぱい。ちょっとね、あのリサイクルボックスを手に入れたので、ちょっと動画にはしてないんですけど、預けておいたので。これを作れたりするのか。これから料理を始めます。料理に使う材料を使ってくる。あー、マジで。じゃあビーフシチューと、ハンバーグ、ハンバーグビーフシチューとか絶対うまいでしょ。料理する、はい。鍋にぶち込むだけ。まあでもいけんのか。肉だらけのシチューが出来上がりました何それ、肉だらけのシチューってめちゃくちゃ男の子の夢が詰まってるじゃない。なんで まるで肉だらけが。いや、一皿、差し出す、二皿とも差し出す。一皿、半分こしようよ。それは、はい、はるかも食べなよ。はるかも食べなよはるかが完全に不審者になってるごめんってタモリ、あの真央さん、はいはい、はるかどうした。まだ少し迷っているんです。もうここまで来たら行こうよ。だじゃなかったらもう逃げられてたんだから。ワンピースを捨てられたのを許されないのかい。あの人との仲がうまくいかなかったからかい。黙って話を聞く。どうして、まあ理由聞いてみようか。どうして。私、あの人にひどいことをしてしまったんです。あれ以外にもあるの。あれ以外のエピソードトークが出てくるの。バラエティートークができる。あ、ひどいとこと別のやつもある。あなたなんて嫌いよ。はあ、出てって。あ、そうね、それはちょっとショックよ。さすがに私が出ていくわ。お母さんただでさえ血がつながってないからさ、気になっちゃうのよ。待って、はるかちゃん。そこで食い下がれるのは本当にいいおかんよ。はあ、あ、これってかばってもらうのか。あ、だからケアセンターにいるのか。それはきついな。私のせいで。マジか。車椅子にも乗れない体に。寝たきりになっちゃったんだ。危篤状態になっているのも。うわ、それは確かにちょっと重たいな。それで、その格好で喋っていいネタじゃないな。体を壊されてからどうなった。
どうなったんだろう。私はそんなことになってあの人を見ていて、うん、辛くて、いやきついな。どうしていいかわからなかった。それで、うん、中学を卒業すると、あ、もう家出ちゃったんだ。全寮制の高校に入ったの。いやそうか。あの人にもお父さんにも会ってない。あ、父親から久しぶりに電話が来たのが本当に久しぶりだったのか。会えないの。会えねえな、それは。離婚しちゃったの。離婚したわ。うわ、それはきついね。それでも、いやー、それは受け入れられない気持ちと罪の意識とか交差。いや、もうぐちゃぐちゃになっちゃうな。いや、でも会った方が絶対いいと思うけどな。つかないの。どうすればいいと思う。会った方がいいと思うけどな。とにかく会ってみよう。謝りに行くべきだよ。その人が悪いんで、それはないな。謝りに行くべ、謝りに行った方がいいと思うな。謝りに行くべきだよ。うん。本当はそうしたいんだろう。そうだと思う。あるか。ほほほ。そうなのかな。いや、そうだろう。はるかが心から謝れば、うん、きっと許してくれるさ。そんな優しい人だったら許してくれるとは思うんだけどな。まあ行ってみよう。一緒に行ってやるからさ。じゃあ。仮眠を取ったら出発だ。あ、でもここで休めんのはでかいな。休んでおこう。電気も通っててよかったね。はい。そうだね。久々のご飯というか初ご飯じゃないか。ビーフシチューはなかなか温まって、あ、被害津波天気雪。あ、雪だ。もう寒さがやばくなってくるんだな。この後は年末よ、年末。笑ってはいけないと M1 が始まっちゃうよ。浸水広がっていく。うわ、やばいね。うわ、雪積もっちゃったか。積もるのはやばいな。これ足から来るぞ。足からの冷えが来るのに対して、はるかちゃんの格好があまりにも軽装すぎて申し訳ない。いやー、これはるかすごいメンタリティだな。生足出すのはやばいって。なんか女子高生って雪とかでも平気で生足出すよね。あー、すごいよね。あれ、メンタルがぶっ壊れてるというか。これは走っていいのか。はるかしんどい気がするけど、これさすがに来た方向になんかアイテムあるみたいな意地悪はしないよね。寒そう。ん？なんかむしゃむしゃ。むしゃ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 。音がするが？なんだ？あー、あったかいのがあったかいんだから。とりあえずあったか、温まりましょう。あ、なんか置いてある。これは何でしょうか？ナース帽取得します。はるか、はるか、はるか？はるか？あ、寒いよな。そりゃそうだよ。はるか、ちょっといいものあげるよ。ありがとうございます。はるか、どうなった？はるか？あグラサン外してくれ。思ってたんと違う。お、なんか、公園から出たら？大丈夫か？なんか、ここら辺安全そうだけどな。違うか。あ、あったね。あれが椿ケアセンター。どうしたの？いや、見えろよ。さすがに。ケアセンターだと思うんです。あ、めちゃくちゃ水没しとるな。じゃあこれじゃあもう行っても無駄かも。とにかく行ってみないとわからない。早く行った方がいい。早く行った方がいいかな。まあ早く行った方がいいだな。早く行った方がいい。急ごう。確かに。はい、真央さん。うん。あそこまでどうやって行けばいいんですか。水没してるからな。なんかしら。上を渡ることができればいいんですけど。何かないですか、ね。それはね、ボートかね、忍者じゃないとダメ。一緒に探してみようか。手分けして探してみよう。まあ一緒に探すか。一緒に何か方法がないかを探そう。これはひどい格好の対比だな。あ、なんかある。これは北海道かな。使い捨て回路と、あと隣にあるの、これはまさか。ヒュー、取得するわ。いやー、これで、ね、実況者的には自分で切るべきなんだけど。あ、なんかいるくない。あ、リサイクル王子か。リサ王子だ。でもちょっと俺、はるかナースちょっと見たくてしょうがない。はるか？はるか？ございます。はるか？はるか？はるか！真っ昼間不倫バレないようにするナースのグラサン隠れなのよ。いらないものがあったらもらうよ。預けとくか。あ、なんか置いてある。これなんだ？どれどれ。ガムテか？ガムテープだ。なんかに使えそうだな。
いいじゃんガムテープ。お、なんかなんだあれは。あのボート使えそうですね。わー、行けそうじゃん。どうやって行くんだこれ。え、泳いで行くのこれ、大丈夫。あーふざけんなよ。おい、水が強すぎる、ここに来て。ふざけんなよ。そのぐらいの水だったらどうにかなってただろ。あー、なんだ、普通にあるじゃん、脚立的なものが。乗り越えるんかいのやつで、これこのまま持ってこうか。これで登れるな。よしよしよし、これで上がれそうだ。上がりますか。はい。なんだよ。おお、はるか、はるか、すげえノリノリじゃん、はるか。落ちるなよ、はるか。落ちたら終わりだから。あ、なんかある。これは一体何でしょう。これは一体何ですか。栄養ドリンク。すげえな。これなんかきっと朝仕事行くの嫌で2階でお父さんが飲もうとしてんだろうな。嘘だろ、もう。なんなんだこれ。地味にセーブがやや巻き戻ってめっちゃめんどくさいっていうね。なんで落ちるんだよマジで。あそこまで行ったらもう落ちねえだろ。はるかのいたところから乗らないとダメなのかな。やだ、もうまたやり直すのやだ。何回もリサイクルおじさんと。よいしょ、これで乗れるか。これで乗りましょう。ボートを使用しますか。よし、これで水に乗る、落ちることはないだろう。あー、なんかすごいコントローラーが珍しく震えている。で、ここでは降りれません。あ、 B ボタンで押していけるんだ。これどっち行こうか。これ結構コンビネーションいるぜ。スパキケアセンター側行ってみるか。行け、椿ケアセンターへ。あれ、こっち側で道合ってるよな。なんかすげえな。でもなんかこの水没してるところを見ると、俺こういうの毎回パンダコ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 パンダ、やばい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 、終わる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 、あ、ビリビリビリ、うわー、ふざけ、地獄。うわ、今のダッシュしないといけないか。え、これどっから、ボート乗るところからかな、さすがに。じゃなかったら結構、あ、ボート乗るところからだ。これこっからやばいよな、かなりの勢い。いや違うかな、あの電気を避ければいいのかな。電気で吹っ飛ばされたからな。あの水自体は耐えられんのかもしれん。パンダコパンダコパンダでめっちゃ罰連打しといて感性をつけとく。うわ、なんか左のなんか毛が。いや、これで水が来るでしょ。で、そこのビリビリが来るから、これ耐える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 、耐えた、ナイス、オッケー。で、ビリビリも回避する。家が来てる、耐える、オッケー。耐えた耐えた耐えた、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス。あー、これで通れんのか。あー、よかった。俺今あの水でもう本当におしめえになるかと思ったわ。電気が怖え、漏電って怖えな。てか水と電気って、電気って水って意外と電気通さないんだけどさ、なんか知らないけどポケモンのせいでさ、水って電気をビリビリに通すみたいな凄まじいイメージがあるね。あそこの車めっちゃ危なそうだから、ちょっと絶対そうだと思ったよーん。いんー、危ないよーん。急に俺の内在する大音が出てしまった。こっちでいいのかな。あー、いけそういけそういけそう。これであんま変なとこで降りんなよ。これでオッケーオッケーオッケー、着いた。こっちはどなたかいらっしゃいませんか。さすがにこっち側は大丈夫なのか。こんだけ水没したらみんな避難するんじゃないのかな。なんか張り紙してあるぞ。なんて書いてあるって、みんな逃げられたよみたいなこと書いてくれればいいけどな。この張り紙に、うん、なんて書いてある。椿ケアセンターの患者と、あーか、あー、よかったよかったよかった。市民公園に避難しました。あー、よかったよかった。避難できてるんだったらよかったね。とにかく富坂市民公園に行こう。行ってみよう。だけど私、うん、どうすれば。いやー、会って謝るんだよ。はっきり文句を言うべき。とにかく行けばわかる。いや、謝れ、謝るんだ。そう、謝れって。そこでその後向こうが何て言うかはまたわからんからさ。大丈夫、君の気持ちは伝わるよ。伝わる、はい。そうだといいけど。よし、行こう。うん、いい彼氏だ。この世で一番いい彼氏やってる俺。あ、ボートで行くんだ。しかもめちゃくちゃ濃くコンビネーションがいいよ。こうしてこの二人をこの後目撃した者たちはいなかった。
そんなバカな。今ボートで移動中か。東部方面もかなり浸水。そうだよな、東の方来たもんだな。西から今東に来てるんだもんな。いけいけ爆裂に漕いどる。なんだあれ、なんかあのすげえ巨人がいたずらしたみたいなことになってない？あれ何、あの刺さってるあれ何、サーカスかな。ここでは降りれません。すげえサーカスがこのタイミングで来ていたの。これ待って、渓流下りみたいにならない？大丈夫？うわー、すごいことなってるよ。これうまく漕がないとやばいな。なんかすごい左の影が怖い。なんかクジラとかいそう。あ、スワンボートあるじゃん。乗りか、あ、そこのあなたたち、あ、こんにちは、レスキューの人。おい、こっちだ。助けて助けて、ロープ投げ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 て、あっちだあっち。おい、あっちだっつって、お前先導下手くそかよ。先導下手くそマン、やめろよ。これ絶対右側にちょっと隙間があったから、一回ぐるっと回って、そうだこっちだこっちだこっちだっつったら、そっち側行っちゃうでしょうがよ。子供が豆するでしょうが。これはあの僕の敬愛するクレヨンしんちゃんの映画に出てきた俺のルルルルルル少佐というですね、女性がいるんですけど、その人の子供が真似するで、うわーやばいよこれはやばい。くだらない雑談をしてる場合じゃなかった。抜け出せ抜け出せ、危ない危ない、こんなるつぼに。危ねえ、とりあえず抜けた、とりあえずは抜けたが、どっちだ。あー、なんでそんなところで手を振るんですか。おかしいよな、絶対おかしいよそんなのなんでそんなとこで、え、抜けてこいってか、マジで。これあれだぞ、あのポップがあの大魔導士の弟子入りするときにバギでいい感じに飛ばすやつだよぞ。知ってるか、フレイザードってやつがいてな。大丈夫かこれ、飲み込まれんなよ飲み込まれんなよ。うまく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 、ついてついて、降りれるだろう、おかしいのか。こっちだ、あ、降りれる降りれる、危ねえ危ねえ、ここでは降りれませんとかいう嘘、危ねえ。いやー、地獄だった。っていうか、こんな渦が発生するんだな。川でしょ？てか、海？違う、湖？何これこんなことあるの？あ、そこのサーカステントに向かってください。サーカスか。避難所になっていますから。あー、すげえ。すみません。すみません。ここに、ケアセンターの方たちも、あ、そうだよな。この近場だから、いるよね。はい。何名かは今朝早くこちらに運び込まれました。あ、よかったよかった。運び込まれたってことだったら、やっぱ動けない系の人も救助されてるんじゃないかな。救助ヘリ来るって、危ねえ。どうした、足緊張してんのか。ここまで来てまだ悩んでるみたいだな。一言ごめんなさいと言ってば座る。お母さんって呼んだことはあるかい。土下座をして謝るべきだよここで手のひら返したらドキッとするんだろうなあ、お母さんって呼んで、お母さんって呼んだことはあるかい。呼んでみ。まあないだろうな。お母さんって呼ぶんだよ。呼んであげたらどうかな。それがいいな。なんか遥かの格好、完全にランチ行きナースなんだよな言えるかしら。大丈夫、言えるよ。大丈夫だよ、俺がついてるからさ。俺が背中さすってあげるから。それで行こう、貸しボート。ああ、じゃあ行けか、池っぽいな。とりあえず中入るか。サーカス見れんのかな。なに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 、うわー、うわーって言ってる。大丈夫それ、誰のうわー。あ、レスキューの人が言ったのかな。レスキューの人でもあさっての方行ったぞ。何かあったみたい。私ちょっと見てきます。すげえな、ここに来て、ここに来て、そっち行っちゃう。これな中だけ見ていい。あ、なんか急にダメージ食らい始めた。ちょっと温まりポイントないか、温まりポイント。サーカス団の団長がいるじゃない、完全に見た目が。サーカス団団長、家に帰る時のやつみたいな。避難してきた方がね。ワガス博士、私たちのテントが役に立つだけでも救われる気がする。人間ができてる。他の団員たちはどうしたんですか。サーカスたちの動物はどうしたんですか。黙って続きを聞く。動物たちは、避難命令が出た後、警察に言われてね。だ、私が全部処分したよ。他の団員に辛い思いをさせたくなかったんでね。聞いてしまった、聞かない方がよかったな。ごめん、アガサ博士。わしじゃよ、新一私たちサーカスの団員はね、うん、お客さんの喜ぶ顔が生きがいなんだよ。いや、辛い思いをさせてしまったな。こんなことになったら、それももうできねえって。なんてことだ。すまんな、悪いことした。もう諦めた方がいいかもしれませんね。僕が団員になります、一緒に頑張る。なんか変なエンディング入りそう諦めないで、
サーカスを続けてください。続けてください。僕も逆転裁判で初めてサーカスという概念を知りました。そうだな。私が諦めたら団員たちも悲しむだろう。まあなんなら職も失うからな。ありがとう。もう少し頑張って。ああよかった、なんか幸せなルートに。しかないが相談に乗ってもらった。え、マジで俺話聞いただけなのに何かくれんの？海賊帽、有田家の夢を、うん、こんなものしかないかっつって。また公演ができるようになったら。お前俺を団員としてスカウトする気満々だろ。こっちになんかあったかそうなやつがなかった？あったまり、あったー。とりあえずあったまろう。とりあえず温まってから考えよう。はるか助けたらな。はるか見に行ってたもんな。ちょっとだけ見ていいか、こん中。何やってんの君たち。ここに来る教授エルは次で最後らしいよ。おい、なんて重い話をするんだ、やめろ。あれ、この人って違う？金みたいなやつ持ってるけど。もうしばらくすれば救助のヘリが来るはずだ。ここにいる人は全員脱出できそうだ。あ、お医者の人か。お医者の人がすごい硬いやつに薬入れてたやつだ。完全になんか俺の金がって言ってるのかと思った。疑って本当に申し訳ないことをした。あれ、お家やば。あ、そっから回ってったのか。あ、救助の人悪いことしたな。そしてはるかにも悪いことしたな。俺がまさかぬくぬく温まってきたとは思うまい。寒そう。あ、大丈夫？君、いいところに来た。うん、この人を担架で運ぶのを手伝ってくれ。あ、いいよいいよいいよ。手伝う。わかりました。手伝います。手伝いますよ。じゃあ担架に乗せるぞ。このダブルコスプレイヤー、ダブル奇抜コスプレイヤーたちを。あ、走れるんだちゃんと。ちゃんとレスキューの人も走る訓練してんだ。これって前の人の方が難しいのかな。前の人の方が運ぶの難しそうな気がするけど。レスキューレスキューレスキューファイヤー。急げって、急げって言っちゃダメだよな。あー、この人やっぱお医者様だ。あったまりお医者様。これ家にいたのかな。命に別状はないようだが、うん、体が冷え切ってしまっているな。どうしようね。君、申し訳ないですが温かい食べ物を持ってきてください。え、何？俺の食料。テントの裏のトレーラーにスープがあるはずだ。あったかいんだからじゃない。裏に出られます。あ、わかった、わかった。オッケー。レスキューの人がはるか寒かったんだな、ごめんな。行ってくるわ。あー、入れた入れた、よしよし。こんにちは。あー、ちょっと待って、あったまりポイントがあるわ。あったまりスープ、とりあえず温まりましょう。ここのスープをも、熱いから気をつけてね。食事を取得しました。食事を取得。あ、すごい、ゆっくり歩かないといけないやつじゃん。よいしょ、取得したのでこれをじゃあ持っていこう。これ俺も振る舞ってもらいたいんだけど。まあいいか。走れるの？お前こけたことあるだろう、大丈夫なのか。あ、でも落とさないね。すげえ斜めになってるけど大丈夫？それ大丈夫？バチャバチャにこぼれない？せめて水平を保とうよ。持ってきたよ、ジャバジャバジャバって こぼしまくってたらショックだろうな、お医者も。持ってきたよ。はい、ありがとうございます。あ、いえいえ。あー、ずいぶんこぼしちゃったね。量が少なくなってますよ。ごめんなさい。ゆっくり持ってくればよかったです。だいぶ顔色が良くなってきましたね。あ、よかった。少ないから治らなかったみたいな FF6 の指導みたいなことなくてよかった。もう大丈夫なようです。いやー、君が手伝ってくれて助かりました。よかった。よかった。あの、片桐という人を知りませんか？入り？彼女なら、うん、確か裏のトレーラーで休んでいるはずよ。あ、じゃあさっきの人？本当ですか？さっきの人か。ありがとうございます。あ、でも立ってたけどな。裏のトレーラーで休んでる。行くか。あ、いた。こっちか。オイス。こっちか。さっきの人じゃなかったね。あの、うん。この中に片桐という人がいると聞いたんですけど。うん。あなたはもしかして身内の。あんま良くなさそう。はい、そうです。そうですか。そんな感じになっちゃったの。声をかけ、まあでもこの状況だからきついか。マジか。いい。まだ迷っているよ。いや、行かないと後悔するよ。今しかないよ。謝りに行こうよ。うん。はい。うん、行こう。行こう。泣いちゃうかもしれないけど、グラさんは外し。あ、外す。あ、グラさん。少し遠慮して中を伺う。
一緒に入ってやるか。どこ？あー、わかるかな、はるかのことわかるかな。あー苦しそう。あの、あうわちょっと、はるかちゃん、わまだはるかちゃんって呼んでくれるんだね。めちゃくちゃいい人じゃんこの人ね。どうしてここに。あダメかも。私言わなきゃいけないことがあるんです。いいな、いいの、分かっているわ。めちゃくちゃいい人じゃんこの人。そんなに自分を責めなくてもいいのよ、はるかちゃん。言えないよ、事故にあってここまでなってさ。でも言えないよこんな。私ここまで来るの大変だったでしょ。うわ、そこまで、この状況でここまで来てくれたってことを想像でき、もう本当にありがとうね。私そんなこと言ってもらえる資格なんかないの。最初から分かってたの。あなたはとってもいい子だって。少しの間だけど、あなたが私の娘でいてくれて嬉しかった。うわ、少しの間だけっていうのがまた離婚をしちゃってるからさ。あ、そう、お母さん、お母さん、ごめんなさい、ごめんなさい。生まれたな。もう自分を責めちゃダメよ。お父さんにもよろしくね。言えないよ。ああマジかよ。うわ、うわ、これはこれはきついな。ごめんは言えてもうし、お母さんは喜んでいたみたいだね。言いたいことは言えたみたいだね。君の役に立てたなら嬉しい。そっと抱き寄せる。いやもうギュッとしよう。うんうん、しょうがない、もうしょうがない。うんうん、あ大丈夫、妙に熱っぽい。あーやっぱ体が、はるか、はるか、いややばいよな。しておいてください。どうし、え、どうした、具合が。あーそうか、一緒にいたいのか。いやーこれはきついですね。なるほど。